ーズン2がやってくるどうも皆さん、ということで本日もレゴフォートナイトやっていくんですけど、本日はですね、来たる3月8日にですね、大きめのアップデートがやってくるということで、こちらのね、リーク情報をいろいろまとめてきたので、そちらをね、皆さんに紹介していきたいと思います。このチャンネルではね、こんな感じで最新情報だったり、役に立つ情報、面白い動画たくさん上がっているので、まだの方はね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もね、お忘れなくよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでまず一つ目なんですけども、次のアップデートで追加されるもの、それがですね、カタパルトとなります。カタパルトがですね、友達をぶん投げようみたいな感じでね、英語で書いてあると思うんですけど、何かを壊すとき投石機みたいなことですね。石投げるみたいな感じで、友達投げたりなんか物投げたりっていうのができるものが追加されるという感じですね。投石機、これはね、いろんなことに使えそうですね。こちらのカタパルトについての詳細な情報がこちら。おもちゃとして追加されるだね、カタパルトは。 You will be able to sit in it and swing yourself and friends forward っていうことで、座れると、操縦席みたいなことに座れるのかな、多分このスコップみたいなところに座れて、で自分を投げることもできるし、友達を投げることもできますよと、前にね、というアイテムですね。カタパルト、これ激アツなんじゃないかと。新しいおもちゃがようやく増えましたね。今んとこね、おもちゃもね、種類増えずして困ってたと思うんですけど、こうやってね、新しいアイテムがじゃんじゃん増えていくということで、皆さんこちらはね、注目でございます。これはね、もうおそらくすぐ追加されるんじゃないかと思います。そうして続いて見ていくのがですね、はい、こちら新しいお守りでございます。イルミネーターチャームかな?多分光るお守りなのかな。これを持ってるとおそらく松明とかをね、左手に持たなくてよかったりするんじゃないかなと思います。どんな感じになるのかわかんないんですけど、多分洞窟行く時とかにめちゃめちゃ便利なアイテムになるんじゃないかと思います。これもね、おそらくすぐ来ますね。こんな鮮明に用意されてると、おそらくその金曜日のアップデートで来るんじゃないかということが伺えますね。めちゃめちゃ楽しみでございます。新しいお守り最近めちゃめちゃ追加されてるからね、全部ねコンプリートしていきたいね。このチャンネルでね、アイテムのね、入手方法とかもね、しっかりと解説するので、お忘れなくチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ続いてなんですけども、金属精錬機みたいなやつですね。これも新しく追加されて、クラフティングステーションフォーザプロセッシングオフメタルということで、メタルを加工するものがさらに追加されると。メタルっていうのは金属なんですね。もともとこれはですね、金属精錬機ってあるじゃないですか、今あるやつね。あれのティア2、レベルアップしたらこうなる形として計画されてたんですけども、今現在の予想ではまた別のステーションとして追加される可能性があると。だからユーティリティの種類が増えるってことですね。どっちかですね、金属精錬機のレベル2として追加されるか、全く新しい別のものとして追加されるかという2択となっております。こちらもね、めちゃめちゃ楽しみだと。この画像を見ていただきたいんですけども、このね、何が来るのかと。これもね、リーク情報としてあるんですけども、ダイヤモンドだったりチタニウム、それとダークウッドっていうのがね、追加されるということで、こいつらを加工するのに今のね、新たな金属精錬機が追加されるんじゃないかと思います。今ここにね、クラフトベンチがあると思うんですけど、これもね、アップグレードされるんじゃないかと。今エピックがマックスだと思うんですけど、その上にね、レジェンドのクラフトベンチが追加されて、チタニウムのバーって、あのあれね、インゴットね、あとダークウッドの棒とかね、そういうのが追加されて、こんな感じでレシピがね出てるんですよね。斧が鉄20個っていうことだけわかるんですけど、あとはね、新しいやっぱりチタニウムバーだったりダークウッドっていうのが必要になってくるということかもしれないですね。これはね、何とも言えない感じなんですけども、まあとりあえず新しい金属精錬機がやってくるのは間違いないと思っておいてもいいんじゃないでしょうか。これでね、また新しくね、様々なものが増えていくととんでもないですね、これは。そして続いてがですね、もうこれはね、前も言ったと思うんですけど、近々ね、お魚が飾れるようになるんじゃないかということで、お魚ディスプレイ壁紙みたいな、そういう感じのね、釣った魚を飾れるものが追加されます。でこれはね、飾れるのは多分レジェンドだけなので、全種類飾りたいよっていう方はですね、レジェンドのお魚をめちゃめちゃ集めないといけないという感じになってきますね。これはなかなか大変です。これをね、飾っといたらね、うわすごいってなると思うんで、皆さん頑張って釣りしていきましょう。釣りのね、攻略動画まだ見てない方はね、ぜひ概要欄からご覧ください。
はい、そしてですね、こちらロビー画面のねタブからロッカー行けるじゃないですか。ロッカーの下の方にレゴタブがね、前のバージョン 28.30 のアップデートで追加されたらしくてですね、これがねまだ出てきてないんですけど、もう次でねおそらく追加されるんじゃないかと思います。そしてこれはですね、おそらくなんですけど、アイテムショップでね売られるレゴのね有料のピースっていうのがね、おそらく追加されるんですけど、それがねここに入ってくるんじゃないかという予想ができますね。ということは、まあ一旦有料のピースが販売される未来もね近いということですね。これが追加されたということは、もう新時代はすぐそこまでやってきていると。このチャンネルではね、もし有料のピースが販売されてもね、すべて紹介していきますので、有料のピースのね使用感とか見てみたいという方はですね、ぜひチャンネル登録してね、お見逃しないようよろしくお願いいたします。そしてここからはですね、まあ、次来るかはわかんないけど、まあ、近々来そうなものたち、リーク情報でね、いろいろあったものを紹介していきたいと思います。まずは、ブルートですね。新しいブルート、こちらの画像をご覧ください。どこかでね、見たことあるんじゃないでしょうか。これはね、おそらく新しいバイオームに追加されるブルートになります。これはもうね、めちゃめちゃかっこいい。どんだけ強いんだろうね。今のフロストブルートよりは強いってことだもんね、絶対に。フロストブルートですらちょっと攻撃痛いのにね、さらに強くなったらどうやって倒すんだという感じになってまいりましたけども、皆さんブルートライフはいかがお過ごしでしょうか。さらにねこれ以上強くなったらどうすんだっていう感じですけども、しっかりとねこいつの倒し方もね出てきたら紹介しますので、ご安心ください。はい、こちらもご覧ください。これもねよく見るんじゃないかな。裂け目の石みたいな感じですね。鉱石の裂け目バージョンみたいなね、レアなやつですよね。これも次で来るとは断言できないんですけども、まあ、おそらくね近々来るんじゃないかと。これもねだって最初からずっと言われてるもんね。レゴリリース直後からずーっと言われてるこの裂け目の石ね。なんで皆さんこちらもねお楽しみにということで、これをね入手するのはなかなか大変になるんじゃないかなと思うんですけども、超かっこいいよね。さっきね出てきてたんだよね、ちょろっとなんか新しい武器を作るのに裂け目の石が必要だよみたいなねレシピがあったと思うんですけど、それですね、それが追加されるかもしれないといった感じですね。はい、そして続いてがお野菜ですね。新しいお野菜だったり料理もねまた追加されるかもしれないということで、人参とかね、なんか青リンゴみたいなのもあるし、赤いキノコみたいなのもあるね。これもねおいおい来るんじゃないかなと。あとリングみたいなのもあるね。これもまあ、次とは言わないけど次の次ぐらいとか次の次の次ぐらいとか、なんかそんな感じで来そうな気がしております。火のないところに煙は立たないっていうからね、こういうのも近々追加されるんじゃないかと思います。寿司も来たしね、なんかもうなんか来るでしょう。はい、ということで続いて最後の画像ですね。こちら見てくださいと。これはね、すごい。何なんだろうね、一体。大砲も映ってるし、船みたいな、なんかとんでもないものが映っておりますけども、これはどうなんでしょうね。何に追加されるのかわかりませんけども、なんか色合いを見るに新しいバイオームとかね、やっぱ裂け目のところに出てくるモンスターなのかなっていう感じがしてますけども、一体どうなのかと。まず敵なのか、味方なのか、何なのかわかんないですけども、めちゃめちゃかっこいいよね。とりあえずめちゃかっこよくてめちゃめちゃワクワクするんだけど、これがこっからどういう形で追加されていくのかというね、ワクワクもありながらね、今後のねアップデートを待っていきましょう。こいつねいいよねこいついいよね。はい、ということでね、今回はですね、来たる金曜日のアップデートに向けて今あるね最新のリーク情報を10個ほどね紹介させていただきました。今すぐ来そうなものとそのうち来そうなものがねそれぞれ分かれてると思うんですけど、まあ気長にね待っておきましょう。最初の方のやつはねすぐ来る可能性が高いと思うので、めちゃめちゃ楽しみですね。はい、ということで今回この動画がねいいな、面白いな、参考になった、アップデート楽しみという方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメント通知音よろしくお願いいたします。クリエイターサポート AFR もねお忘れなくよろしくお願いいたします。それではまた次回のレゴフォートナイトでお会いいたしましょう。またねー。